これあれじゃん、ねえあれじゃん、あの入国審査のやつじゃん。これ家族がさ、薬が食べられなくて減っていくやつじゃん。配信モードにしないと裸のお客さんが来るぞ。あ、まずい、あ、まずい。検査の方させていただきます。あー、待って待って、あー、あー、あー。びっくりして、びっくりしてむせちゃった。あんたの写真触りづらいんだけど。チェックできないよこれじゃあ。あんじゃん、ふざけんなよ。あんじゃん、ね、すぐあるんだったらさ、ね、コメントで言って、ね、コメントで言ってよ。あ、もうバカー。え、これ、わ、これ、ナトリが配信モードにしてなかったせいで、ペーパーズプリーズで、おばさんの裸が出てきちゃったやつと一緒やんか。配信モードにしてなくてごめん、みんな。またコンビニで働きたくなったら働くわ。ナトリは過去数回、1年に1回ぐらいの感覚でコンビニで働いてるから。前回働いたのは夜勤事件?夜勤事件か。間違いようがないですけどね。夜勤事件と、あとは、ポンポコ24でね、コンビニで働いたこともありますから。その時はね、なんか、あれ、強盗、あ、ちょっと、記憶曖昧だ。もしかして年1よりも多い?夜勤事件2年以上前です。あらら?あ、じゃあ最後にナトリがコンビニで働いたのっていつ?もしかしてしばらく働いてなかった可能性ある?